さらばだ。やるな。よし。オッケー。行き先はどうしよう。行こう。ブン！華麗に倒してあげる。よし、私の番。せい！行ってやる。どうしよう。はっ！よっ！セイ！行け！当たって！ま、こんなもんでしょう。
どっからでもかかってきなさい。いつでもいける。はっ、私の番。はっ、楽勝楽勝。負ける気がしないよ。えい、バンバン行くよ。さあ、どう動こう。これがつながりの力。青、キララの第六感が今日は青と一緒にいるべきだって言ってる。いいよ。でも一緒にいるって具体的に何すればいいの？とりあえず東に向かって歩く。今日はそっちの方角がいいと出てるのだ。わかった。じゃあ行こ。東の方角がいいって言ってたけど、どうしてそんなことがわかるの？そう感じるのだ。例えば、今日の夕ご飯はオムライス。え、本当に？やったような気がする。気がする？でもオムライスだったらいいな。私ケチャップで絵描くの好きなんだよね。わかる。ハートのケチャップはなぜあんなにも美味しく感じるのか。ほんとそれ。独特な喋り方、
予言めいた言葉。初めて会った時からキララは不思議な子だった。でも、あ、今メイド服で微笑む志保さんが浮かんだ。志保さんとメイド服とオムライス、絶対合うわ。志保ならクラシカルかビクトリアン。うわ、それいい。キララ分かってんね。こんな風にディープなオタク話ができるのめちゃくちゃ楽しいんだよね。あ、青、足元危ない。え、おにゃ。たたた、なんでこんなところに濡れた雑巾が。災いが起きてしまった。うん、東の方角が基地だと思ったのに。まあ予言だって外れることあるよ。あれ、この匂い、カレーだよね。今日の夕飯カレーなのかな。またキララの予言が外れた。神の声が聞こえないとは不便なり。え、神様の声聞こえてないの。東の方角がいいって言ってたのに。神の声、ここに来てから聞こえなくなった。外界から遮断されてるせい。つまり今までの癖でつい。決して騙すつもりはなかったのだ。でもさ、志保さんのメイド服については当たってるって。あれ絶対似合うから。青、キララ謝罪したい。志保のメイド服、神のおぼし召しじゃない。キララの趣味。うん、知ってた。私も趣味だからオールオッケー。何を作ろうかな。何を作ろう。ございます。
ブルーリフレクション。